わっさっ、やぴまるです。はい、ということで今日も先行プレイやっていくんですけども、今日はですね、アップデート後に発売される新スキンを紹介していこうかなと思います。まあ、先行プレイ結構やっていくので、今すぐチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでやっていきまーしょ。さあ、最初なんですけども、キングルーでございます。これ、ルーね、新キャラルーの、新スキンでございます。まあ、ブロスタパス、レベル70で入手可能という感じになっております。まだ、クロマティックキャラクターなんでね、ブロスタパスの最後で、取れるっていうのは、まあ、毎回恒例みたいな感じですね。今後も同じかなと思います。それでは早速やっていきましょう。まあ、何が変わったかとかって正直あんまないですね。はい、エフェクト、まあちょっと攻撃エフェクトがちょっと違うかなぐらいですかね。あとはそんな変わってないかな。まあ、ウルトがちょっとエメラルドが出てきてる感じ。こういうとこね。はい。普通のウルトは出てきてないですけど、こういうウルトね、エメラルドが出てきてるっていうのはちょっと違うかなっていう感じです。いやー、それにしても、僕の動画見ました?結構強くないですか、ルー。かわいいというか、あ、なるほどね。2発同時発動可能。強いわ。めっちゃ、楽しい。ちょ待って、新スキンの紹介なのにめっちゃ楽しくなっちゃってる俺。めっちゃ凍ってるもん、こっち。はい。そんな感じですか。なー、はい、そうですね。そんな感じぐらいですかね。日本語おかしいな、おい。じゃあ次行きましょう。さあ次はベルボーイマイクということで、マイクの、新スキンでございます。こちらブロスタパスレベル1で入手可能になっております。早速やっていきましょう。何が変わったかって言いますと、爆弾ですね。まあいつも通りなんですけど、爆弾がとりあえず違います。こんな感じ。ちょっとでかいね。うん、いい感じのでかさ。よいしょー、ドンドン。うわ、ウルトおもちゃやん。これおもちゃ見て、何これ、機関車、何投げてんやこれ。機関車かな、機関車っぽくない?よいしょ。あ、違う。何これ?リュックサック?なんかすごい大荷物投げて、ミスター P みたいな感じですね。なんだろう。いや、面白いな、こいつ。俺結構このダイナマイクのスキン好きだわ。なんか飛ぶ時も可愛くないですか?ほら、プルプルしてる。ガジェットもこんな感じ。結構当たりそう。いや、てか当たる範囲広がってんじゃねっていうね。ブロスタパス買った方がいいんじゃねっていうぐらいの、スキンだと思います。まあ、正直ね、ほんと可愛いんで、僕は買った方がいいんかなって思います。ブロスタパス買わなきゃ多分手に入れられないスキンなんで、しかもウルトでかくない？ウルトめっちゃでかく感じるわ。これいいわ、絶対。はい、ということで次行きましょう。さあ、ということで次、サリーナ2でございます。こちら、ラインフレンズスキンですね。ラインフレンズと、コラボしているという感じでございます。かわいいね。飛んでるやつ、芋虫じゃん、乗ってんの。めっちゃかわいいんだけど、これ欲しいわ。こちら、150エメラルドといって、ちょっと高いかな。うん、ちょっくら高いですね。さあ、早速使っていきたいなと思います。まあ、若干高いかな、ぐらい。言うてそんな悩むほどではないですけど、やっぱ洋服買うぐらい。通常攻撃が結構でかいね。なんだろうこれ。何のを出してるかちょっとわかんないんですけど、大きく見えますね、これ。はい、結構いいっすね。さあ、ウルト。うわぁ、芋虫ちゃん。すごい、かわいい。めちゃくちゃかわいい、これ見て。すごいかわいい、これ。動きづら。あ、汗かいてる。見た今、みんな。汗かいてた今。見てて。ほら、最初は汗かいてないんだけど、ちょっとそろそろ爆発するよって。そろそろ爆発するよって時に汗かいてくるから。ほらほら、汗かいてる、汗かいてる。汗かいてました。はい、これがアイスですね。はい。いや、でもなかなか面白いスキンというか、俺結構好きだな、これ。さあ、何チャレンジしていく?あとってな感じです。はい、次、チョコエリザベス。こちらもラインフレンズです。モーション変わった感じですよね。かわいい、すごい。こちらが80エメラルドといって、ちょっと普通ぐらいですよね。まあ、さっきよりは安いかな。まあ、高くはない。まあでも、ラインフレンズは本当おすすめなので、ぜひとも買ってほしいですね。あ、スカートが短くなってる。足がちゃんとある。いい、これ。エフェクト的にはそんな変わってないんですけど、
足がちゃんと見えますね。これ結構俺いいな。やっぱ足が見えるって結構大事かな。さあ、ウルトの方は、あ、傘かわいい。え、で、傘見た？傘めっちゃ可愛いんだけど。やば。いや、皆さん、安いと思ったら大間違い。傘もすごい可愛い。見てほら。あれ？バグ？絶対バグったよね、今。絶対バグったよ。ちょっと、もう一回傘見せて。もう一回傘見せて。ねえ、頼む。頼む。ちょっと、今日ノー編集に近いから。いくよ。3、2、1、ほい。かわいい！欲しい！さあ、最後にコニーマックスでございます。これ。プリモの、クマと一緒ですね。ブラウンみたいな。いや、これめっちゃ欲しい。これめっちゃ可愛い、絶対。こちらも150エメラルドでございます。レッツゴー！いやー、これはいいよ。でも、マックスでかくなる。うわー、顔でっか。でかいわ。玉でか！いいじゃん。ゴーゴーゴー！かわいい！かわいすぎんか、これ。やば！めっちゃ欲しい、これ。いい！すげえいい、これ。やばい。かわいすぎるだろ、これ。欲しい。皆さん、これ絶対買いましょう。かわいすぎる。やばい。めっちゃかわいい。うさぎ、すげえかわいい。やべ、なんか、LINE フレンズコラボいいっすね、これ。めっちゃかわいいわ、これ。いや、いいわ。めっちゃいいわ。かわいい。かわいい。走り方見て、ほら。かわいい。はい、ということで以上で新スキンの紹介を終わります。結構ね、手短に紹介してったんですけども、なんか欲しいスキンありましたか？あったらぜひともコメントください。ということで終わっていきましょう。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。皆さん、それでわだっバイ。